ポシェホニエの紋章、ポシェホニエは、ロシアヤロスラブリ州北部の都市。州都ヤロスラブリの北西1 5 1トルにある。人口は6973人。町は、モロガシックスな定地に位置し、ボルガ川の支流ソゴジャ川が流れている。この川は、ルイビンスクダムの建設により、下流の大部分が、ルイビンスク湖に沈んでおり、 ポシェホニエの近くでルイビンスク湖に流入している。最寄りの鉄道駅はヤロスラブリボロゴエ線のルイビンスク駅で6 5トル南西に位置する。また、ルイビンスクからチェレポ別へルイビンスク湖東岸沿いに走る国道104号線がポシェホニエを通る。17世紀にこの地には修道院に付属したペルトマという名の村があった。七十七年に 死の地位を得て、ポシェホニエと解明している。ポシェホニエとは、シェホンの周囲という意味で、シェホンとは、シェクスナ川の古い名前である。ポシェホニエを流れるソゴジャ川は、ダムコの建設前は、シェクスナ川に合流していた。18世紀以降、金箔や銀箔、アルミを加工して、軍隊の勲章などの装飾を作る工場がこの地にあった。1918年、 革命家、政治家の V ・ボロダルスキーにちなんで、ポシェホニエ・ボロダルスクに改名したが、1992年に元の名に戻された。ポシェホニエには1717 17年に建てられたイタリ製三社大、聖堂、1822年に建てられた精神所終身大聖堂がある。5キロメートルほど離れたアンドリアノバ・スロボダ村には、アドリアノフ・スペンスキー修道院がある。 ポシェホニエの主な産業は食品加工及び製材である。ロシアでよく見られるチーズの種類にポシェホンスキーというものがある。元はポシェホニエのチーズ工場が作っており、他の工場でも大量生産されるようになったが、ポシェホニエの工場はすでに廃業している。ポシェホニエ周辺の地方はかつて旧体以前としたロシアの壁地の代名詞的存在であった。 サルティコフ・シチェドリンの晩年の作品、器地の九州は、現代に、ポシュホニエ地方の名を冠しているが、この小説は、旧態依然とした地方の貴族の生活を描いた、ものであった。ありがとうございます。